アルプドイコールオートイコールプロバンス県は、フランスのプロバンスアルプコートダジュール地域県の県である。県の地図地形、気候、人口、経済によって県は3つの地方に分割される。地形が一体を分けている。深い峡谷はアクセスが困難で、外部との交流がわずかである多くのテロワールに地方を分割している。1877年当時、 55のコミューンでは、険しい道でのアクセス、またはラバに乗って、道貞を行くしかなかった。地震危険度は、ゾーン3からゾーン4と中程度で、県内には、人口が5000人以上のコミューンは、マノスク、ディーニュレバン、シストロン、シャトーイコールアルヌイコールサントである。1790年3月4日。 バスザルプッケンとして新設された。県には、プロバンス北東部の山岳地帯が含まれていた。しかし1793年に、牧竜図県が新設されると、総軍が割上され、バルシオネット軍は1810年に、オートイコールアルプ県に編入されている。バスザルプ県は1942年11月から1943年9月まで、 イタリアのファシスト政権に占領されていた。1970年4月13日より、現在の名称に変更された。アルプドイコールオートイコールプロバンスは、1K 平方メートルあたり20人しかいない、国内有数の人口密度の低い県である。デュランス・川谷やブレオーヌ、川谷、高原周辺以外、の人口はまばらである。 県コミューンの半数は人口が200人以下で、17のコミューンは人口が50人以下である。数多くの集落が放棄された。ほとんどの村は規模が小さい。バルスロネット軍とカステラーヌ軍はフランスで最も人口の少ない軍である。カステラーヌはフランスで最も人口の少ないおごり所在地である。 県人口はかつて県内でかなり均一に分布していた。山岳での農業がよく発達しており、山岳地帯に人が住んでいたからである。しかし19世紀半ば以降、農村からの人口流出が激しくなり、人口が減少した。1850年に県人口は15万人を上回っていたのに、第一次世界大戦後には10万人を下回ったのである。 1960年代までこの傾向は続き、むしろ強まり、1954年には9万人を下回った。その後1999年には約14万人、2005年には約15万3000人に回復している。しかし現在の県人口は150年前の県人口に近く、人口集団の分布や活動は以前とは異なっている。 現在の県人口は、デュランス川谷や県南西部に集中し、農業は昔より従事する人は少ない。第三次産業は、主として観光業や地元の公共サービスで、現在の主要産業となっている。参照元、スプルフ、ディナンバーメンツミリテア、1968年以降、INSEE。ありがとうございます。